こんにちは。先日お届けした桃の花の動画の桃を使ってこういうふうに花器に生けてテーブルフラワーにしたり2個作ってお雛様の両飾りとしても使えます。材料は100円ショップで買ってきたカラーペーパーで薄いピンクと濃いピンク2枚使って作ります。5センチ角の大きさのものを切って作ります。桃の花の作り方は別の動画でご覧ください。こちらは100円ショップで買ってきた発泡スチロールでこれに埋め込んでいきたいと思います。今回は5センチの上の方の小さい方のもので作ってあります。出来上がるとこういう形で土台は画用紙に折り紙を貼って発泡スチロールは上半分に埋め込んでこういうふうに器に入れて飾れます。これは折り紙、千代紙を使ったものはお雛様の両飾りとしても使えると思います。これだけでお部屋に飾っても和風の雰囲気でよろしいかと思いますが、まずこの土台として作っていきます。台は少し厚めの画用紙か厚紙で3センチの高さで幅は20センチぐらいあれば十分です。で、この端に接着剤を塗って丸い形にしていきますが、この貼り付けるときは発泡スチロールの大きさに合わせて長さを決めてください。だいたい18センチぐらいの円周になります。で、この周りに向かって千代紙で今回は和風に作ってみます。で、これは台に上下1センチ余分に使って5センチの高さで18センチのもの、折り紙は15センチと3センチを足しました。で、上下1センチぐらいをこのように切れ込みを入れて円に貼れるようにしていきます。で、上下1センチ分ぐらいを接着剤を塗っておきます。で、中心にあらかじめ作っておいた輪っかを置いて直線の折り紙を切り込みを使って丸く貼って言ってください。両脇からこういうふうに押さえていった方が案が早くて綺麗に貼れたような気もします。少し余分な分はギャザーを寄せてきれいに貼っていってください。で、残りを切れ目を隠すような感じで3センチに切っておいた千代紙で仕上げをします。と、これは発泡スチロールの黒い点が気になるかと思いますが、あらかじめ点をつけておいて均等にお花が飾れるようにしたものです。まず中心点に1個埋めます。で、中心を置いてこの半円の半分のところから中心の間に4個つけます。赤い点は4個つけた間に示したものです。で、この赤い点には一輪の桃、
それから黒い点には二輪で作ったものを埋め込んでいこうと思います。次に目打ちで穴を開けますが、まず中心にまっすぐ下に向けて、目打ちで穴を開ける分はこのように桃の花5センチはないかしら、4センチぐらいですかね、その分を今脇の方は斜め下に向かって開けたのは、その角度の方がお花がきれいに見えます。上はまっすぐ真下に、中心の部分は真下に埋め込みます。これから先は少し斜め下に向かって開けた目打ちの穴に埋め込んでいきます。あんまりやるとお花の形が崩れるので、根元をピンセットで押さえながら最後は押し込んだ方が綺麗にできます。このように根元をピンセットで支えながら最後は差し込んでください。5ミリから1センチぐらい球体から離してお花を浮かせるような形でやってみてください。次は赤い点のところに一輪の作ったものを埋め込んでいきます。赤い点が4個あります。二輪のものが5輪、それから一輪のものを4輪使いました。これで隙間ができているところはピンセットで花の根元を少し角度を変えて、できるだけ隙間のないように均等になるように調整していってください。今目打ちで穴を開けているのは、これは後で葉っぱを埋める穴を開けておきました。で、次に中心のお花の周りに3箇所つぼみをつけていきたいと思います。で、今目打ちで開けている穴はつぼみを埋め込むための穴で、やはり少し斜め下に向かって開けていってください。近すぎて見にくくてごめんなさい。今つぼみを一輪埋め込みました。次は二輪目です。三つ目を今埋め込んでおります。で、お気づきになりましたか、少しお花よりもちょうどつぼみの額のあたりから表に出るような高さで埋め込んでおります。そうすると高さのバリエーションで見た目が面白くなります。このくらいの間隔の高さで埋め込んでください。で、次はここに葉っぱをどの位置に差し込めばいいか、まず置いてみております。緑の葉っぱがあると効果的に全然違いますよね。で、つぼみの脇に1本刺してやってもいいし、いろいろお好みでやってみてください。このように2個作りまして、おひな様の脇飾りにもいいし、それからテーブルウェアとして使うときは
千代紙の和風でなくて少し素敵なカップにでも入れ込むとテーブルフラワーになります。皆さんのアレンジでいろいろお楽しみください。お作りになったらコメントお待ちしております。いつも見ていただきありがとうございます。